いつも動画見ていただいてありがとうございます、56歳おっちゃん、うん、今日もね、ガレージライフ楽しんでます。それで今日ね寒いんですよ、本当にね、寒気マイナスなんだよくわからないんですけどね、めちゃくちゃ寒いです。それでね、今日はね、それでたまにね雨がパラパラパラってくるんです。天気予報はね降水確率多分 0% だったと思うんですけど、それでね、まあ、こんな日はねガレージライフ、1年ぶりぐらいかな、これモンキーちゃんのねオイル交換をやっていこうと思ってます。それで今日ね、使うオイルはこちら、ワコーズのプロステージ S 品番で E230、 これをね、使います。それでこのバイク自体が 0.8 リッターで、オイル交換時は 0.6 ってなってましたので、それをねこの計量コップで測って、まあちょっと少ないめ580ぐらいまで入れて、それで、こちら、こちらのね、やっぱりねこう曲げて入れれたらめっちゃ便利なので、これ、これで、入れていこうと思ってます。ほんで、必要工具は17のメガネレンジ、あと、もう消耗品、このドレンワッシャ本だよ、これで、やっていきたいと思います。それで今日はね初めてね、こちらこのね牛乳パック、これにねオイルをトポトポトポって入れようかなと思ってます。そしたらそのまま、私たちのこの C ではね、この中にこう新聞紙とか吸水シートを入れてやって、蓋したらそのまま燃えるゴミに出せますので、それでやっていきたいと思います。では頑張ってオイル交換やっちゃいます。ゆるい動画ですけど最後までお付き合いよろしく。それでまずはねこちら、このよいしょ、まっすぐにしようかなと思って、それでこれでできるか、これでよいしょ、ういしょと、はい、これで、がっちり。それでね平行を保つためにねちょっと前タイヤに付け物します。これで平行ぐらいかな、非常に危ない、うん、これめっちゃ危ない、これで大丈夫かな、ふう、まあほんなにね力かけるので、本当はねこれねエンジンかけてきた方がいいんです。エンジンかけてきた方がオイルがぬくもって抜けやすいっていう。それでこれと、果たして牛乳パックが若干入らない、若干切ります。これが邪魔かな、よし、こんな感じ、こんな感じでここに入ると、けどいざ失敗してもこっちに入ると、まあこの形でいきたいと思います。念のためにね、念のためにこのねビニール手袋、しときます。もしもねベチョッとなったら嫌なんで、ビニール手袋を念のためにしときます。本当はピッチリしたビニール手袋の方が作業効率いいんですけどね。ではやっていきます、いきます、よし。これねオイルが出る瞬間ね超ビビるんですよ。ちょっと近く寄ります。このねこれが外れる瞬間がね一番ビビるんです。本当に毎回何回やってもね、いきます
成功するか失敗するか。成功。これでね、しばらく放置します。いい感じやね、これ。牛乳パック、初めて牛乳パック使うんですけど、これ正解かなと。わっしゃもこれ交換せんでもいけるぐらい全然、へこんでないんですけど、一応ね、もう安いもんなんでね、毎回買えるようにしてます。これでね、ちょっとしばらくほっときます。はい、それで、とりあえず600こちらにね、入れたいと思います。これね、前回オイル交換の残りなんで450、ちょっと足りませんので、新しい新品のカンカンを開けたいと思います。ちょっと少ない目からいきます。もう入れすぎたらへすの大変なんで、ちょっと少ない目からいきます。これね、昔にね、ぴったり測って入れてね、入れすぎてね、もう4フォアもそうなんですけど、後からへすっていうのが大変な作業で、で結局オイル全部パーにした時があるんです。だからね、今回はちょっと、少ない目入れてゲージ見ながらやっていきたいと思います。はい、これでね、もうだいぶ抜けたと思うんで、ドレンワッシャーつけていきたいと思います。あー、手袋入ったらよかった。あれ、はい、それでね、今からオイルを注入します。ちょうど真ん中ぐらいいいかな。まあこんな感じでね、入れすぎより
ちょうど真ん中ぐらいがいいかなと。はい、これにてオイル交換終了。はい、どうも最後まで今日もお付き合いいただきありがとうございます。56歳おっちゃん、モンキーオイル交換しました。それでね、ドレンボルトがね、外すときスルスルスルって外れて、入れるときにシュッ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 って軽く入って、ある程度入ってから硬くなった。ちょっと気になります。まあでも今回はね、オイル漏れもなしなんで今はいけるので、次にね、次回オイル交換するときはちょっとエンジンをぬくめて、それで、それからね、外しやすい状態で外して、ドレンボルト、ドレンワッシャー両方ともね、新品に交換しようかなと思ってます。そんな感じで今日は無事終了しました。で、今からちょっとね、走ろうと思ったらね、晴れてるのにまた雨降ってるんですよ。だからね、もう今日はこれにて終了。最後までお付き合いいただき本当にありがとうございます。また明日もガレージライフ何かアップしますので、チャンネル登録まだの方はぜひお願いします。それと、このおっちゃんいいね、高評価、グッドボタン、めちゃくちゃ好きなので重ね重ねよろしくお願いいたします。それとまたね、何かコメントありましたらね、コメント欄の方によろしくお願いいたします。今日どうもありがとうございました。さようなら。よし、オイル交換でした。さようなら。